の元プロ野球選手、プロ野球コーチ、野球解説者、シドアズマ中学、シド商工、駒沢大学のすべてで首相を務めた。シド商工では1979年夏の甲子園、県予選準々決勝に進出するが、丸亀商工に完封負けを喫した。駒沢大学に進学し、東都大学リーグでは1983年に、同期の鍋島博 一年下の河野白文の両エースを要し、春秋期連続優勝。同年の全日本大学野球選手権大会でも、決勝で近畿大を下し優勝。明治神宮野球大会では、東海大に敗れ準優勝。リーグ通算73試合に出場し、打率333本塁打、26打点。首位打者1回、5期。 連続5度のベストナインに選ばれた。1982年、1983年には、日米大学野球選手権大会日本代表に選出される。1983年のドラフト会議で、日本ハムファイターズから1位指名され入団。即戦力として期待され、1年目の1984年の開幕戦では、パリーグ新人選手では、唯一の先発出場。 初打席発案だの快挙。1年目から93試合に出場したが、当初は、ダイソーや守備固めでの出場が多かった。また、入団時は右打ちであったが、2年目頃から課題である、打撃の克服と瞬速を生かすためスイッチヒッターに転向した。1987年は、初めて全試合出場に出場し、15本塁打。 21投塁、リーグ最多となる30ギダの成績を残した。7月8日の対近鉄戦で左右、両打席本塁打も記録している。1988年に足を骨折、1990年に肩を手術。この2年は、それぞれ40試合、20試合の出場にとどまった。1989年に自身最多の38投塁。 1991年には自身最高でリーグ3位の打率311を記録、また最高出塁率とカムバック賞を受賞した。高成績と怪我による低迷を繰り返していたため、1年後期の選手と揶揄されたりもした。1994年は全試合に出場。二類種として545守備機会連続無失策、守備率。 百9 9 7の成績を収め、プロ野球記録を樹立した。以後、治病の膝痛の悪化や若手の台頭もあって、出場機会が減少。1995年の周期キャンプ中に突然、戦力外通知をされ、再起をかけて、オリックスブルーウェーブへ移籍した。1996年は13試合の出場に、終わり、この年限りで引退したが、この1年で、 中西太志や一郎と出会い、学んだものは大きかったという。大島孝一、福良純一らとの二類種のレギュラー争いをして、チームを活性化させた。大島が二類種のレギュラーを獲得。福良は、翌97年限りで引退し、後に、日本ハムで指導者の同僚になった。1997年から、日本ハムの球団職員となり、メジャーリーグベースボール、 ニューヨークヤンキースでのコーチ研修へ。この頃、後に日本ハムの監督となるトレイ・ヒルマンと知り合う。2000年に,に軍総合コーチ、2001年に,に軍監督を経てヒルマンが一軍監督に就任した2003年からヘッドコーチとなる。2005年7月にはヒルマン監督が実母死去のために一時帰国した際、監督代行を務めた。2006年から、 内野守備コーチを兼任。ヒルマンの対談に伴い、球団からファームディレクター就任を要請されていたが故事、野球を外から見ることになるとコメントしていたが、2008年はカンザスシティロイヤルズの特別コーチ兼、スカウトアドバイザーに就任することが決定し、ロイヤルズの監督となったヒルマンと引き続き仕事を行う一方、国内では STV テレビ STV ラジオ、 北海道テレビ放送解説者、日刊スポーツ評論家に就任。2008年いっぱいで、ロイヤルズの職務を退任し、2009年から2010年は、評論、講演活動に専念。2011年に、横浜ベイスターズの2軍監督に就任し、駒大の先輩である、中畑清が1軍監督に就任した2012年に、1軍内野守備総類コーチに配置転換された。 同年に退団。2013年10月28日に日本ハムの内野守備総類コーチ検作戦担当に就任したことが発表。2017年10月3日、日本ハムより今シーズン限りでのコーチ退任が発表された。2018年からは再び STV テレビ STV ラジオ野球解説者に復帰。2020年10月22日、 女子カーリングチーム、北海道銀行フォルティウスのメンタルコーチ就任が発表された。2021年7月16日、B リーグレバンが北海道のチームアドバイザー就任が発表された。俊速高打、剣士を兼ね備えた二類種として80年代後半から90年代にかけてチームを支えた。守備では1994年に、 二類種として545守備機械連続無失策を記録し、2021年、現在もプロ野球記録として破られていない。なお、守備率でも、997を記録し、2020年に、菊池亮介に抜かれるまでは長らく、プロ野球記録であった。打撃では、ギダがうまく、高い出塁率を誇った。スイッチヒッターに転向した、当初の左打席では、 右打席を鏡に映したように振り抜いても、右手の力が強すぎることで、体が開いてしまうことが多く、コツコツ当てるのではなく、軽く当てる感覚を意識したことで成功を収めた。また、左打席の長打を増やすため、当時は一般的ではなかった、ウエイトトレーニングにも励み、プロ4年目の1987年には、自己最多となる15本塁打を放っている。 学生時代には中学、高校、大学の全てで首相を務めるなどキャプテンシーに溢れる。また現役引退後に日本ハムの球団職員として MLB のヤンキースへコーチ留学するなど非常に向上心が高い人物である。トレイ・ヒルマンとは旧知の中であり、自身は英語が話せるためコーチとして非常に信頼を置かれていた。 自身の経験からメンタルが野球に及ぼす影響や選手に前向きな気持ちを持たせる指導の大切さを唱えており自らの指導法にも活かしているほか辞書、メンタルコーチングも出版している指導者としては常に厳しい鬼コーチとして報道されることが多いが白井自身はブログで否定しており厳しさと優しさ、緊張とリラックス、規律と自由 両方お金備えた指導者を目指していると語っている。ありがとうございます。